代表者の方の連帯保証が不要になるよっていう、かなりのスタートアップですね。連帯保証なしで高校さんの融資をですね、借り換えできるということになってくるかなと思います。スタートアップ融資相談室。皆さんこんにちは。スタートアップ融資相談室、ガゼルキャピタルの近藤です。この番組はヘンゲさんとイニシャルさんにスポンサードいただいております。いつもありがとうございます。今回はですね、2023年のスタートアップの融資のトレンドについて詳しくご紹介させていただきたいなと思っておりますので、今ちょうど融資をこう考えの皆さんはぜひぜひ最後まで見てください。この番組の後半にはシードアーリー向けのですね、スタートアップ融資の制度変更についても詳しくお話ししておりますので、最後までぜひ見ていただければと思っております。若林さんのこうツイッターをこう拝見させていただく中で、はい、最近融資の制度がいろいろこう変わってるなとか、新しいものが出てきたなっていうところは理解はしてるんですけど、はい、まだまだこうキャッチアップできていなくて、今回は今直近ですね、トレンドのそういった融資の制度について詳しく教えていただければと思っておりますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。早速なんですけど、何をこうちゃんと覚えておくべき、今注目すべきなんでしょうか、はい、2023年のスタートアップ融資の制度変更があったポイントがですね、5つありまして、1つ目がスタートアップ創出促進保証、2つ目がコロナ借り換え保証、3つ目がスタートアップ支援資金、4つ目が経営者保証免除特例制度の変更、5つ目が新創業融資の金利変更です。もうなんかおまじないみたいな、どれがこう自分に適している融資なのかとか、はい、どれをこうちゃんと覚えておくべきか、はい、全く分からず、1個ずつ順番に教えてもらってもいいですか。はい、まず一つ目のスタートアップ創出促進保証なんですけども、すごく簡単に言うと、代表者の方の連帯保証が不要になるよっていう、はい、そういう保証制度なんですね、はいはい、今までそこがなんか負担じゃないですけれども、はい、なんかこう毛嫌いされるような要因だったかと思うんですけど、そうなんです、それがなくなるってことですか。そうなんです、これはですね、かなり画期的な制度になりますね。例えばこの番組でも紹介してきた、日本政策金融公庫さんの新創業融資っていう制度ですね。これは創業2期以内のスタートアップ起業家に限ってですね、代表者の連帯保証もともとつきませんよっていう仕組みになってました。逆に言うと、これとその他一部の制度ぐらいしかこの連帯保証がもともとつかないってなかったんです。多くの起業家が使っている民間金融機関さん、銀行さんなどを窓口とした信用保証協会の保証をつける制度ですね、については基本的には連帯保証必ずついてた最初は。これが非常にね、先ほど近藤さんおっしゃったようにこうスタートアップのこう足かせになってた、はい、そういう部分がありましたというところだったんですけども、いよいよ政府もですね、スタートアップをこう1万社から10万社にこう増やしていこうというところで出てきたのが、このスタートアップ創出促進保証ということで、代表者の連帯保証がですね、創業から5年未満の会社に関しては原則連帯保証つけないよというようなですね、仕組みになっているというのが、この2023年の3月からスタートしましたよということなんですよ。なんかすごくありがたい制度変更というか、だなと思いながら、うん、じゃあ代わりにどこがなんかより見られる指標になってくるんですか。まあ、まず 0.2% その保証料が上がるっていうのがあるんですけども、はい、これ自体そんなに大きな変化ではないんですけども、やはり連帯保証を取らない分、やっぱりしっかり、まあ、保証協会としても回収できる先に保証をしなければいけないということにはなりますので、そこはある程度しっかり見てくるのかなというふうには思いますけれども、ここはですね、まだ制度始まったばかりなので、はい、まあ、どういう審査してくるのかみたいなところはちょっと様子を見たいかなというふうには思います。5年未満の企業さんだと皆さん該当するということですよね。そうですね、スタートアップですと短期間のうちに急成長を果たす、そんなスタートアップ多いと思うんですけど、スタートアップ創出促進保証って5年以内なんで、1回もう他の制度で保証協会の連帯保証ついた保証で融資受けているところも、この制度で借り換えっていうのができるらしいんですね。そうなんですか。はい、なので、まあ、上限は3500万円っていうふうにはなってるんですけど、まあ、このね、連帯保証つかないものをうまく使って、その範囲内で借り換えをすることによって、連帯保証がつかない形で上書きできる。そういう活用の方法もあるかなというふうに思いますよね。はいはいはい、多くの方なんかその仕組みといいますか、知っておられない方が多いのかなと思いました。うん、はい、現場でね、保証協会のこの審査が、まあ、どれぐらいその借り換えみたいなものに対して対応してくれるかっていうのは、まだこれからウォッチしていかなきゃいけないところではあるんですけども、一応制度上はできるっていうことなので、ぜひトライしてみていただくといいかなと思います。
ますよね。スタートアップ創出促進保証ですね。詳しい内容がですね、もうウェブに出ていますので、そのリンクを概要欄に貼っておきますので、皆さん確認いただいてですね、受付始まってますので、ぜひぜひトライしてみていただければなと思います。二つ目が何でしたっけ？コロナ借り換え保証っていうものなんですけども、はい、2020年の春からですね、ちょうど3年が経つんですかね、コロナの融資、いわゆるコロナ融資といいますか、ゼロゼロ融資みたいなものが始まったのがですね、ちょうど2020年の5月頃からで、2020年の7月頃から本格的に稼働し始めたという感じなんですけども、その時のそのゼロゼロ融資で借りて、元金の返済をですね、待ってもらえる据え置き期間っていうものがあって、でそれが結構3年とか5年とか長く設定したところあるんですけど、3年のとか割と多いみたいで、2020年の7月から3年っていうと結構ここから返済が始まる会社さんが続々出てきますよというタイミングなんですよね。でこれまで元金の返済なかったから良かったものの、始まるとすごい一気にね、キャッシュ苦しくなってしまって、せっかくこう業績が回復してきたところだったのに、またこの返済のでキャッシュアウトしていくっていうところで、成長がねストップしてしまうような、そういう会社さんもおそらく出てくるだろうというところで、コロナ借り換え保証っていうものが出てきまして、コロナ融資で借りたものに対してまたその融資を借り換えるのに保証をつけますよと。でさらにそこに成長のために必要な、ね、資金とかもプラスで借りるみたいなところも含めてまるっと保証しますよっていうふうに出てきた制度というのがコロナ借り換え保証というものになります。今のご時世もまだまだこうインバウンドがとかって話であったりとか、なかなかこう急激に良くならない中で、やっぱりそういったところがあるのって嬉しい制度ですね。そうですよね。なんでうまくこう活用してですね、資金繰りの助けにしていただければなという制度になります。これも同じく、概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、詳しくはご覧いただければなと思います。3つ目が、スタートアップ支援。そうです。日本政策金融公庫さんの制度なんですけど、日本政策金融公庫さんの制度にスタートアップって入ったこと自体結構僕は画期的だなと思ってまして、スタートアップ支援資金ということで、内容も日本ベンチャーキャピタル協会さんの会員になってらっしゃる VC さん、CVC さんから出資を受けて、その他にも中小企業さんが LP 出資をしている VC さんとか、いろいろ条件あるんですけど、とにかくこう VC から調達をしているスタートアップを優遇するような、そういう制度になっているので、14.4 億というところ、大きな金額をですね、例えば新株予約権付きの融資であったりとか、あるいは資本性ローンというようなものをこ う, うまく組み合わせてですね、スタートアップに成長資金を供給していこうというですね、結構本気度の表れた制度だなというふうに捉えてみておりますという感じです。それこそ JVC にこう入ってるような VC さんとかって、規模が大きいような VC さんを中心にいろいろなこう流し得たといいますか、お名前をお聞きするような VC さんとか入っておられるので、結構多くのスタートアップが対象になりますよね。ところがですね、この制度がですね、日本政策金融公庫の中でも、国民生活事業っていう、例えばね、シード期を対象とするような、セクションと、それから中小企業事業といって、ある程度こう事業が大きくなってきたこのフェーズのスタートアップを対象とするようなセクションと、こう2つあるんですけど、今回のスタートアップ支援資金っていうのはあくまでも中小企業事業、割とフェーズが進んだスタートアップを対象とするようなセクションの融資になりますので、まだちょっとそのシード期で PMF これからとかっていうようなスタートアップシリーズ A ぐらいまでだとなかなか対象にはなってこないかなと。ただですね、シードアーリーのこうスタートアップにとっても非常に恩恵がある制度変更っていうのが2つありますので、その話をさせていただきたいんですけども、スタートアップ同士 TV、 ここからはスタートアップの成長に必要な人材と投資家をつなぐゲートとして、スタートアップ企業さんと事業会社さんの両面をサポートするソーシングブラザーズさんの提供でお送りいたします。ただですね、シードアーリーのこうスタートアップにとっても非常に恩恵がある制度変更っていうのが2つありましたので、その話をさせていただきたいんですけども、それが4つ目のですね、経営者保証免除特例制度の変更になります。でこの経営者保証免除特例制度っていうのは、もともとあった公庫の制度なんですけども、これどういうものかっていうと、簡単に言うと一定の条件を満たせば代表者の連帯保証をついてたとしても借り換えのタイミングで外せますよっていう。後からですか？後から借り換えの時にない形で上書きできますよっていう、そういう制度だったんですね。例えば新創業融資っていう連帯保証がつかない制度を使いました、で次に借り換えしましたってなると、一旦2期終わってるとですね、条件満たさないと連帯保証ついちゃうんですよ。ついちゃったやつを外したりとか、あるいはつかない形でまた借り換えをしたりとか
という時に使える制度になります。これがですね、いくつか条件がありまして、例えば債務超過じゃないとか、はい、2期連続赤字じゃないとか、あとは会社と代表者の一体性が解消されているとか、返済状況に問題がないとか、なんかそういう条件があったんですね。あったんですけど、そのうちいくつか条件を満たすと、債務超過と2期連続赤字っていう、スタートアップにとっては結構そうなりがちな条件っていうのが、なしで連帯保証が外せるようになったんで、結構ほとんどのスタートアップが連帯保証外せる可能性が出てくるというものになりまして、じゃあ何を満たせばいいのかっていうことなんですけども、例えばですね、それこそ VC ファンドから出資を受けているというのがありますと。その他にもですね、特定の補助金を活用した事業。補助金ですか？そう、はい。で、特定の補助金で、ものづくり補助金とか、あと事業再構築補助金とかいうのが列挙されているので、そういった補助金のですね、採択を受けているところっていうのも、そのタイミングで融資を受ければ、連帯保証を外せるハードルがぐっと下がるということになります。なので、2期連続赤字と債務超過っていう条件がもう元々ないものとして考えると、以前にもこの動画でもお話ししたんですけど、代表者と法人の一体性が解消されている状態を作って、返済状況に問題がない状況を作れば連帯保証つかずにいけるってことになるわけなんですけど、法人と代表者の一体性の解消っていうのは貸付金です。 BS の中の役員に対する貸付金というものが一定以上あると、まあ、これが NG とかになっちゃうので、ちゃんと役員貸付金がないかどうかっていうことをきちんと確認していただくっていうことと、漏れなく遅れることなくきちんと公庫さんの返済っていうのを行っていただくように、ちゃんと返済口座にお金をちゃんと入れておくという、この2つだけですね、きちんとやっておけば、かなりのスタートアップですね、連帯保証なしで公庫さんの融資をですね、借り換えできるということになってくるかなと思いますと、はい、それこそ2期連続赤字とかって普通にこうプレシードとか、シード期のスタートアップだったらあり得る話だと思うので、そうなんですよね、そこが削れるってすごくありがたいですね。そうですね、全くおっしゃる通りで、それが VC さんから出資を受けてるとか、はい、事業再構築補助金とかものづくり補助金を受けてる、これ結構多くのスタートアップがやってることなので、でものづくり補助金とか事業再構築補助金ってこの動画でも話しましたけど、比較的ね、採択率の高い補助金になってますので、ぜひそういったところも積極的に活用していただくと、さらにですね、そこから波及して、こう、制度、いい制度が使えるってところがあるかなというふうに思います。あともう一つ、はい、シードだとか、そういった創業初期の方に対して、メリットがあるような改定があったんですね。はい、はい、そうなんですね、はい。新創業融資というですね、はい、創業2期以内に使える日本政策金融公庫さんの融資制度があるんですけれども、VC から出資を受けているスタートアップだと、そこの特別金利っていうのが使えるよということで、例えば女性の方が代表とか、35歳以下の方が代表とかっていうと、金利のディスカウントが入るんですけど、それと同じように VC から出資を受けているスタートアップも金利のディスカウントが効くというふうになりましたので、まあ、場合によってはですね、出資を受けて決まってから新創業融資を申し込んだ方がいいみたいなこともあり得るかなという思いますと。ありがとうございます。今5つ教えてもらったんですけれども、はい、改めてどういった、企業家さん、どういった企業に該当するような制度変更であったりですとか、新規の制度だったりされるんでしょうか。はい、まずですね、一番最初にご案内しましたスタートアップ創出促進保証、これは創業から5年未満のスタートアップなんで、結構シードアーリーのですねスタートアップということであれば、どなたも対象となり得るかなというふうに思いますと、はい、同じく新創業融資の金利の変更こうありますよっていうところ、これもですね、創業2期未満の会社なんということで、はい、結構シード期のスタートアップというのは対象となってくるかなというふうに思います。それから経営者保証免除特例制度の変更っていうのも、まあ、1回借りてるところっていうのが対象となってきますので、はい、まあ、シードだったり、まあ、ちょっとプレ A とか、シリーズ A ぐらいのところのスタートアップっていうのは対象となってくるかなというふうに思います。コロナ借り換え保証に関しては、まあ、2020年にすでに1回ね、はい、コロナの融資を借りているっていうところが対象となってきますので、まあ、そういう意味ではコロナ以前から事業をやってるところが対象となるかなというところですね。で、最後にスタートアップ支援資金、これはまあイメージシリーズ B ぐらい以降なのかなと、新株予約券付きの融資であったりとか、あるいは資本性ローンというようなものをこう組み合わせてですね、まあ、最大 14.4 億ある、まあ、大きな枠です、ね、まあ、そこを使っていくという、まあ、そういうスタートアップ向けですね、そういう資金になるかなというふうに思います。
ますね。ありがとうございます。フェーズにおける、まあ、該当するか否かでしたりですとか、うん、創業から5年未満みたいなところはあれども、うん、結構広く企業さんにとってはこうチャレンジできるような、うん、改めて確認すべきような内容であると思うので、うん、はい、ぜひ概要欄の方からですね、はい、詳しくチェックいただければと思っております。スタートアップ融資相談室、赤林さん、思ったより融資の額が出なかった、そのよくある理由は何ですか？思ったより社長使い込んでたとか